はい、おはようございます。週が明けました。3月9日6時31分の相場解説になります。週足を今見ております。1本のロウソク足が1週間ですよね。ちょっとここでね、また懐かしいことをやろうと思いますけども、お付き合いください。こことこことここ、はい、3つの点を横に結びます。これ去年の1月3日から始まっているこの3点のラインですけども、ここに当たったら上に上がってるよっていう現象をね、示していますよね。はい、そこでですね、この2週間を見てみますと、これです。陰線が2つ大きなのを出してですね、ズバッと、たった2週間で、この半年分を一気にクリアしてきましたよね。そして、どうでしょうか。こちらに当たってます。ということは、今、週足以下ってのは、陽線に変わろうとしてるところじゃないかなってことがわかると思うんですよ。ここまでいいですかね。ここまでも非常に重要なこと言ってますよ。週足から、下位の時間軸を考えるってことなんですよ。日足4時間1時間は全て赤になってるんじゃないかなと思うわけですよね。はい、次行きましょう。はい、これがデイリーですけども、赤になってるでしょ。こういうふうに相場が時間ごとに見れるようになってくださいね。で、ここのポイント。今もうすでに黒い線を引いてますよね。これ見えます？この黒い線引いてるの。ずいぶん前に引いてますよ、これ。で、ここに符号してるわけですよ。これが104円の391。私は先週の放送で、これから104円の方向に向かいますというふうに何度か申し上げました。その前は105円の方向に行きますと言いました。その前は106円の方向に行きました。行きます。っていうふうに言いました。これがだから、この1、2週間で起きていることです。10日間ぐらい前に、これから106円の方、105円の方に向かうよって言って、その通りになって、先週の最後の放送では104円に行くというふうに申し上げましたけども、その通りになってるでしょ？ここね。で、ずいぶん前に引いた黒い線がここにあって、まさにそこに来てるってことです。だからこういうふうに、いろんなものが見えてくるようになる、ようになってくださいね。じゃないと予測ができないんですよ。で、これが、4時間足ですね。4時間足なんですけども、売りがずーっと2週間ほどこうやって続いてましたよね。ズバーズバーズバーっと。で、アリゲーターラインも開いてるよ。だから、とにかく売りに行けば、勝てるわけなんですよ。スフィンクスっていうものもお話ししました。ソーサートップっていうのもお話ししました。そして N を書いて、どんどん、売りに入る。売りっていうかね、下に下がっていくよってことですよね。で、現在、窓を開けて、今、ここにいますよね。じゃあ、ここからどう考えていけばいいかってことを1時間でお示しします。どうですか？わかりやすいでしょ？うん。これが1時間です。完全にトレンドは売りですよね。売り以外ないですよね。こう来て。で、横に来た。だけども、やっぱり下がって、こういう風に来たと。だこれをね、今思えば、こういう風にフラッグが2つある状態っていう風にも、考えることができます。フラッグってのは入ってきた方向に同じように抜けていきますし、その通りになってますよね。で、ここでもフラッグです。土日があったんで、土日にもし FX の相場が動いてれば、これもこういう風に動くよってことをお話ししたと思います。だから104円に行くよっていう風に先週申し上げて相場解説終わってるんですよ。で、こっからですけども、この赤い陽線は週足で見ましたように、一旦は上の方に行きます。そして今までの様子だと週単位では上昇に向かうはずなんですよ。ただ今回はこれだけ強い1時間の階段のようなね、流れが来てるじゃないですか。だからこれがしばらく継続すると私は考えますので、売りの方で取るチャンスを探した方がいいんではないかなと思います。ただ迷信だと私はいつも言ってますけども、迷信ではないような気もするんですよ、この窓埋めってのは。だから月曜日は窓埋めが、もしね、どっかのタイミングで窓埋めが完了したらそっから売り。窓埋めがなかなか進まないようでしたら、買いの方に入れて窓埋めを期待。この2択でいこうかと思います。以上です。本日はありがとうございました。